残念だったな、シンジとレーナは。ここ以外に頼れるところがなかったんだ。分かってる。できる限り手厚く葬ろう。ああ、すまん。明美？そうだ、シンジは確かにそう言っていた。しかしそんな名前の女いくらでもいるぞ。それだけじゃな。いや、そうでもねえ。ああ、錦山組の田中の頭は実は風俗好きでな。知ってたか、桐生。まあな。ここ何年か奴が通ってる店がある。桃源郷ってソープだ。そこのナンバーワンが確か明美。なるほどな。ただしだ、そこは普通の店じゃない。ビル一軒丸々ソープになってるが、看板もねえし、パッと見じゃそれとわからねえ。しかも一回遊ぶのに100万はかかる。100万？現役のタレントやらモデルやらが働いているんだ。選ばれた人間の遊び場さ。おじさん、ソープって何？ん？うん、その、まあ風呂屋だ。いや、サウナか。俺に振るな。銭湯ってこと？いや、それとも少し違って、その、おじさんは行ったことあるの？ん？あ、あ、まあ、いや、うん、嘘。私どんなとこか知ってるよ。何日も歩いてたんだから。こりゃ一本取られたな。桃源郷に入るには桃源郷の会員証が必要なんだ。そうだ、新明という女が桃源郷で昔働いていた。今はピンク通りの社員とかいうキャバクラで働いてるはずだ。新明に会えば早く手に入るかもな。新名はいるか？ええ、奥にいますよ。ちょっと会わせてもらうぞ。こんばんは、私新名って言います。指名してくれてありがとう。ああ、俺は桐生だ。お飲み物は何になさいます？新名、いきなりですまないが。はい、何でしょう？桃源郷の会員証持ってないか？あなた、なんでそれを？ちょっと会わなきゃならない奴がいるんだ。だがもう時間がない。
そうですか。でも私からのお願い受けてくれたらお渡しします。なんだ。私本当は密入国者なんです。それでこの前警察に捕まりそうになって、このままじゃ絶対に見つかっちゃう。私だけ中国に戻ったら弟が一人ぼっちになるんです。弟？こっちにいるのか。はい、父が日本で作った愛人の子です。訳あって今は私と一緒に暮らしているんです。そうなのか。じゃあ一人でその弟を。キリュウさん、人弁士って知ってます？人弁士？この町にいる偽造屋です。絵画の贋作から偽札、偽造パスポートまで何でも偽造できる人、偽の人弁からそう言われているようです。そこら辺にいるコピー野郎とは違うのか。はい、その人がすごいのは裏の戸籍まで完全に作り上げてくれるって噂です。大したもんだな。私ここから外に出ると警察に見つかっちゃう。キリュウさん、お願い、人弁士に会って私のパスポートを作ってもらいたいんです。私の代わりに人弁士にお願いしに行ってくれないでしょうか。いいだろう、俺もそいつに興味がある。ありがとうございます。本当私嬉しい。で、そいつはどこにいるんだ。七福通りのジュエルってお店へ行ってください。そこの彩香ちゃんが窓口しているみたいです。わかった。ちょっと遊んでから帰りたい。聞こえない。彩香はいるか。いらっしゃいませ。お客様、彩香さんですね。彩香さん、ご指名入りました。こんばんは、彩香です。ご指名ありがとう。今日はどっかで飲んできたの？いや、今日はちょっと聞きたいことがあって来たんだが、人弁士ってやつ知らないか？え？何それ？社員でキャバやってる新名の代わりに来たんだが。今初めて聞いたわよ。あ、それ新しいお笑い芸人？おめえ本当に知らねえのか？あ、わかった。新しい詐欺師でしょ。違う？もうそんなことより楽しく飲みましょうよ。焼酎でいいかしら。邪魔したな。ちょっと、もう帰っちゃうの？お兄さん、これからが楽しみなのに。お客さん、もうお帰り？ああ、勘定を頼む。彩香が何か失礼でも？いや、そういうわけじゃない。ごめんなさいね。あ、お代は結構ですよ。だって何も飲んでないじゃない。すまんな。またいらしてくださいね。ここか。ああ、あのオカマ野郎、ただじゃおかねえぞ。よし、行くか。
いい加減白状したらどうだ。あの日お前が公園でパスポート渡してるとこ目撃されてんだよ。その時はたまたま彼氏と待ち合わせしてただけって言ってるでしょ。ガタガタ抜かすんじゃない。正直に言え、人弁士って野郎はどこにいる。彩香ちゃん早く。はい。観念するんだな。最近どうも偽造パスポートの買い手が減ったと思ったら、てめえらがパスポート横流ししてるらしいな。こっちは商売上がったりで困ってるんだよ。この落とし前どうしてくれる。殺すだけじゃもったいねえ。切り刻んでナマスにしてやる。もしかするとお前らジャカの残党か。あ、何者だ。俺もこいつに用があってな。悪いが、お前らに用はねえ。邪魔するとお前も細切れにするよ。ちょっと待て、こいつどこかで見たと思ったら、キリュウじゃねえのか。何？キリュウだと？お前ら細々とパスポート作りの内職か。黙れ。お前のおかげで俺たちどんだけ苦しんだか、ぶっ殺すぞ。助かったわ。あなた人弁士に頼み事があって来たんでしょ。ああ。本当は騙すつもりはなかったんだけど、ちょっと試させてもらったわ。神明に偽造パスポートを作ってくれ。あいつがしばらくこの町で働けるように。分かったわ。ママお願いしていいよね。て、まさか。その通りよ。さっきのお店で待ってます。
はい、これがお望みの品よ。これを神明に届けてあげて。桐生さん、あなたのことは知ってます。風間さん、撃たれたみたいですね。何？そのことと関係あるかは分かりませんが、実は5年前に風間さんから依頼があったんです。どういうことだ？ある一人の人間を捏造してくれって。出生記録に住民登録、卒業証書、免許、医療記録、パスポート、公共機関にも捏造した記録を仕込んでね、記録の中でのみ実在する人物を作り上げたんです。それは私が話せるのはここまでです。それじゃ私たちはこれで。ごめんなさい。あいつは。ちょっとそこのお前、顔がムカつくんだよ。なんなんだ。いらっしゃいませ。ありがとうございます。ほらよ。ありがとう、ありがとう。これで弟と一緒に暮らせる。じゃあ桃源郷の会員証を渡してもらおうか。どうした？ごめんなさい桐生さん、実はある人に譲ってしまったんです。
何？騙すつもりはなかったんです。本当です。信じてください。誰だ、譲った相手ってのは。水野さんって人です。昔少しだけ一緒に暮らしたことがあるんです。いつも優しくしてくれる俺に桃源郷の会員証を譲ったんです。でも私が言っていたって伝えればきっと譲ってくれると思います。彼は七福通りにある MEP という案内所にいると思います。これはお詫びです。何かの役に立ててください。では私はこ この街の夜なら私にお任せください。いろいろご案内しますよ。お前、水野だな。お前が桃源郷の会員証を持っていると神明から聞いたんだが。神明？なんであなたが神明を？ちょっとわけがあってな。桃源郷の会員証を譲ってほしいんだが。神明に会ったんですね。そうですか。まだ彼女この町にいたんですね。会員証はあれはお譲りするわけにはいかないです。昔あれを手に入れるのにどんなに苦労したことか。どうしても必要なんだ。すまないが譲ってほしい。わかりました。神明があなたを信用したのだったら受けないわけにはいきませんね。さすがにただとはいかないですが、お譲りしましょう。桃源郷の会員証は裏の世界では100万単位で取引されているのですが、50万ってとこでどうでしょう。いくらなんでもそれはできないですね。申し訳ないですがお断りします。ああ、お取り桃源郷の会員50万ってとこでどうでしょう。仕方ないですね。何か分かりました。30万円でお譲りしましょう。私と神明の出会いのきっかけとなった品です。どうぞ大切にしてください。ああ、今度また神明に会ったら。いえ、何でもないです。気にしないでください。では。そこは適当に合わせておいてさ。
こう。ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。わかった、遥行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。楽園の名前だ。
ここか、桃源郷。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。あの、お客様、お子様連れはちょっと…社会見学の一環だ。多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので…絶対に迷惑はかけない。いいよな。かしこまりました。では、当店のご案内をさせていただきます。当店は…でも、お客様は社会見学をされたいということでしたよね。お客様、一応念のために申させていただきます。女の子たちは空室の札が立った部屋におりますので。では、ごゆっくりご見学ください。すごく広いところだね。ああ、ここなら行こう。もう、おじさん、手分けして探そうか。いや、お前が一人でうろうろしてたら客も驚いちまう。はぐれないようについてこい。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ。あけみです。桐生だ。シンジから聞いてないか。桐生？あなたが？ああ。それじゃあシンちゃんはもう…そう、最後に会った時から言ってたの。自分にもしものことがあったらあなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が急に真剣な顔してね。そっか、しんちゃん死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそ
ごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど